あ、やべやべやべ。OK。Alors, je prépare de la sauce échalote. Mettez-moi. なんかちょっとしょっぱいすぎる。なんだろう。そして味濃くない。Et ça c'est le bouquet. Il est magnifique ce bouquet. Je suis trop content d'avoir acheté. Je suis sûr que ça va plaire à mes cousins. J'ai acheté ce bon vin.Du cardinal Lalande et il est de 2022. On connaît bien ce vin avec Miko, c'est du Bordeaux, c'est super bon. Maintenant je fais chauffer la viande et c'est bon. ハッピーバレンタイン、マジリー。ミク何も準備してる。いいよ。ありがとう。あ、手紙もついてる。うん。プライベート。かわいい？折り紙でした。ありがとう。でも本当に初めて作ったから全然わからない。こんな感じ。全部は6時45分ぐらいから始まった。マジで頑張ったね。そしてお皿全部洗わなくちゃいけなかった。あとそうマジでそれ。でもそれはカムダムチュードで、だから子供たちにお手伝いした。もうごめん、もうバレンタインね、だからこれでいいね。うん、あのシャンボンソーセージ作って、ほら、ボン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 。先代、2回おかわりした。あ、そっか。すごい探してた、これ。どこに片付けた、これも。どこにあった？ここ、上。皆さんが片付けるジャケットたち、やばい。クリスマスって書いてあったね。あ、違う。違うよ。違うのに入れ替えたんだ。ベッドの部屋に全部探した。ベッドの下とか大変だった。ミクいないで探す。うん、マジで聞きたかったけど全部そう、サプライズを壊してたの。うん。
で準備してないごめんね。休憩時間で何か買いに行こうかなって思ったけど、ジョンがなんかケーキとか買ってたらあれだなと思ってケーキも買わなかった。でもバレンタインはケーキよりもっとおしゃれなことしたい、うん、でもケーキはパーティーっぽいけどバレンタインはパーティーじゃない、うん、でも仕事の近くのブロンジェリーでめっちゃ可愛いハートのケーキがあった。あ、もしテーマあるなら買って帰ろうかなと思ったけど、うん、いいね、ジョンが買ってたら あれだなと思ってやめた。そしたらパティスリーの方がおしゃれケーキよりかも、うん、マカロン持ってたハートの、うん、ククみなさん、今日急いで買い物に来てます。今日はたまたま仕事が休みの日だったので、本当はね週末するつもりだったのに、もう急いで買いに来てる。まあ今日は2人が好きな香水をシェアして使うために買おうと思ってて、サマリテーヌに来ました。で、あとはもうチョコレート好きだからチョコレート買おうかなと思います。行ってきます。見つけた、このロエベのソロエラっていうのが2人が好きで、ちょっとこれとこれだけ買おうかな、どうしようかな。ソロエラ買いました。ちょっと今回はあのソロエラじゃなくて違う香りのやつ買った。このエアスチレザってやつを買いました。これすごくいい香りで、ずっと前から気になってたけど、ちょっと今回新しい香りをということでこれにしました。よし、ちょっと今からショコラ買いに行きます。どうしよう、チョコレート買うかコーヒー豆を買うかで今悩んでるんだけど、どっちにしようかな。ジョンね、チョコレートの中いろいろなんかソースとか入ってるの好きじゃないよね。でもコーヒーのお店ここら辺わかんない。ここの近くにメゾンドショコラがあるからメゾンドショコラに行こうと思ってるんだけど、今日ねあったかいの、最高気温が16度だって、2月の半ばなのに。で今ここはルーブルです。え、なんかすごい大きい工事してる、おしっこの匂いする。あ、なんか新しく作ってる、なんだろう、なんだろうね、これね、なんか今日だけこんなあったかいらしくて、みんなすごい薄着でお出かけしてる。今日はお外に出たらルーブル、素敵。あ、日本人が今隣通った。ちょっと恥ずかしい。ねえ、気づいたことがある。この今探してるメゾンドショコラ、ルーブルの中にあるんだ。でも、ルーブル入るのにめっちゃくちゃ並んでる。見てこの行列。無理やろ。絶対無理やろ、こんなん待てれんわ。うわ、あっちにも行列ある。うわ、やば。あのジョン・ポールっていうショコラティエに行きたいと思います。あ、開いてる。え、閉まってる、開いてる。あ、開いてる開いてる、よかったよかった。ここのショーンポールっていう
ショコラ、ショコラティエ行きます。バレンタインの買い物完了です。チョコレートはいろいろ種類があったんだけど、すごい美味しそうなのあったんだけど、ジョンがあんまりちょっとなんかソースとか入ってるやつが嫌いで、でもチョコレートは好きだから、あの普通のショコラオレと、あともう一つはあのショコラに何アーモンドとかクリスチオンのやつ、なんてカリカリサクサクするやつが入ってるやつと、あとはピスタッチが好きだから、あのピスタッチが入ってるやつ3種類買った。多分好きだと思う。でショコラノワーが好きじゃないから、何ショコラノワーなんて言うんだっけ、ブラックチョコレートが好きじゃないから、ちょっとブラックチョコレートじゃなくってショコラオレ、ミルクチョコレートのやつにした。で彼は今日今テレタバイで家にいるので、今から帰って渡します。ただいま。何隠してるものが。何も。何が。なんか怪しいな。怪しい。何も。何。何を買ったの。何も。何。今から子供を迎えに行きます。行くでしょ。はい。今行く。ママ、うん、よし。ちょうど子供たちがを迎えに行く時間なので、ついでに駅まで迎えに来てくれました。ジョニー君がビシャ。なんかいいよ。リクおかしいな。何を知ってるじゃん。今日なんかサマリテーヌ糸、サマリテーヌの袋でしょ。知ってるでしょ今日サマリテーヌ糸。なんか嬉しそうなんですけど。すごい考えてる今。期待しないで。何もしてないよ。何を買った君。何と思う逆に。全然わからない。何と思う。もう最近その買いたいものの話してないから全然わからない。全然。そしてサマリテーヌはもっとわからない。うん、サマリテーヌまで行って、うん、何のためね。うちの近くじゃあの田舎すぎて売ってないもの。でも結構いろいろあるね周り、ここら辺、うん、だからパリまで行かんといけんわ。ここは田舎すぎて売ってない。何のためだ。待ってね、帰ってお手紙書くから。あー、OKOK。 お手紙もまだ書いてないから。何後悔してる昨日何も。うん、そりゃそうよ。だってなんで週末しようねって言ったのにさ、週末にしようねって約束したのにさ、バウェーね。なんか全部準備してたよ。2月の14日は一つしかない。だって週、ね、でも忙しいから週末にしようねって二人で言ってたじゃん。でもそう、もうサプライズだっただけだからちょっと、うん、でね、あ、いいや、まあ週末だから何も準備しなくていいやって思ってたら、うん、後悔した。何も準備してない。週末にちょっとレストラン行くぐらい思ってたけど。え、でも2人で使うものね。2人使う、うん、2人で使うものね。ほら、わかった。何。ほら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 、わかったかも。何。いろいろ今なんか、うん、気づいた。何何。じゃあ言って。わかったわかった。何何。全部ヒントはまずはここら辺ない。うん、サマリテにあるもの。うん、そして2人が使うもの、その3つ。それしか言ってないよ。分かってる。何。
ロエベフラグランス。あ、違った。メノー。の違う。違う？なんでわかったの？あ、わか、そう？そういうこと？うん。ほら、ほら。でもでもどれはわかってないと思う。どれは絶対。エラ？でしょ、思うでしょ。エラ、ソロエラ思ったでしょ。ソロエラ思ったでしょ。でも違う。違う。あ、多分テイスティングしたと思う。みたい。でもすっごいいい匂いにした。いいやつ見つけた。チーター当てちゃったお前。だって13年一緒にいるじゃん。くそ。秘密は難しい。君のこと全部知ってるじゃん。じゃあ子供迎えに行って帰ります。サマリテまで行ったの？知ってるじゃん、それは。もう中身も知ってるじゃん、何があったの。一つサプライズがある。ほら、チョコレート、うん、わあ、すごい。ちょっと開けてみて。チョコレート、チョコレート。全部見て。あら、チョコレートまで見た。さて、お手紙ね。今読まないで。ああ、後でちょっと顔赤くなるでしょ。おお、エア。うん、ちょっと匂ってみて。めっちゃいい匂い。肉大好きな匂い。ハサミ欲しい。シュチレザーのお花。めっちゃいい匂い。これ。うん、カドズ。バレンタイン様に、ママから。おお。かっこいいね。あ、これ？え？え？これじゃなかった。え？あ、パッケージ違う。変わった？え？これじゃなかったの？これでもそれの名前だった。あ、これだこれだ、合ってる合ってる、うん、これだ合ってる、うん、マットに見えた、後ろが黒だから。もうそういうまま開けるんだよ。これ一緒つけようね。こすったら匂い変わるよ。あ、石鹸の匂いしてる。お風呂の石鹸の匂いしてる。めっちゃいい匂いでしょ、うん、めっちゃいい匂いでしょ、これ。ちょっと日本の石鹸。あ、本当？って感じ。日本に行ってた時の使ってた石鹸。大好き、この匂い。めっちゃいい匂いじゃない？うん、お風呂から出たみたい。うん、大好き。でもいい匂いよ。いい匂いね。なんか、フラワーって感じ。うん。うん、フラワー。あ、ジョンにも合うね。フラワー、うん。めっちゃいい匂いじゃない、これ。うん、いい匂いね。大好き。いい匂い。よかった。一緒使おう。うん、パッケージもかっこいい。ね。だから、キープしたいな。ちゃんと。え？このまま？めんどくさいね。うん、めんどくさい。ね、これちょっと食べてみる。なんでこんなん入れるの？じゃじゃーん。じゃじゃーん。本当はメゾンドショコラ行こうと思ったけど、メゾンドショコラさ、ルーブルの中の入れなかった。お、人多すぎて。おお、あのミクが選んだジョンのために。これが、うん、そう、アモンドとノアゼット の、 あのクリスティオンが入ってる。うーん、オレオショコラ。すごいじゃん。ショコラオレで、これがピスタチオ、ピスタチオアモンド、うんうん、でこれが普通のショコラオレ。あ、じゃあ普通のピスタチオ、普通のショコラオレから食べた方がいいかな。はい、じゃあいただきます。うん、うん、柔らか。美味しい。うん。そしてスタッフに言った、あんまりショコラノアが好きじゃないって。じゃあそしたらショコラオレがいいと思う。おすすめで、中にあんまりソースとか入ってない、特別な味入ってないのが欲しいって言った。うん、美味しい。うん、
あとピスタチオ、うん、ピスタチオある聞いた、うん、そしたらこれしかないって、だからピスタチオ1個入れてみた。ちょっとスペシャルなチョコレートっぽいけど、ピスタチオならジョン食べれるかなと思って。じゃあいや、うん、そんな感じない。え、ピスタチオ感じない。多分これ先に言ったことが、あ、ノアゼットが強かった。うん、アーモンドピスタチオって、うん、感じない。ちょっと一口ちょうだい。ピスタチオの味わからない。あ、わかんない。ミクもわかんない。うん、アーモンドの味が強いね、うん、でも全部食べれるよ。ありがとう。食べれる？美味しいじゃない？うん、うん、うん、食べる。美味しいじゃない？うん、美味しい、美味しい、うん、全部食べる。ありがとう。いいえ。じゃん。ロエベの香水結構いいよね、うん、いい匂い多いよね。いつもデザインはシンプルね、だけど匂いはいいね、うん、ジョンあれも好きよね、あのメあのロエベマンの001。うん、見せればパック。ああ、そうね、パッケージ。これ昔ね、このね、自分でインターネットから4つ自分の好きな香水を選んでカスタムしてあの買えるシステムがあったんだけど、もう今ないのね、このシステムで。その時にこれがソロエラー、もうほとんどない。ミクが一番好きだった、今まで好きだったやつ。ちょっともう一回匂っていい？お店で。あ、やっぱこれだったわ。あ、でもいい匂いやっぱ。で、これが001のマン001で、これがホワイトマグロニラ、あ、まあ、なんで、うん、オーラのホワイトマグロマグマグノリ ノリア。これはね、ちょっと甘めの香り、なんかちょっとコットンキャンディーみたいなね、綿菓子みたいな味よね、うん、で、これがオードコローニの001。これね、4つ選んで50何ユーロとかだったよね、めちゃくちゃ安かったよ、うん、だからそれが多分、ま、で、しかも1個ずつ何グラム入ってるっけ。1個ずつね、確かね50ミリリットル50も入ってる。あの15ミリリットルずつ入ってて、めちゃくちゃいいセットなんだけど、なくなっちゃったの、このシリーズ。うん、多分もう今選べれないくなっちゃったんだけど、ま、前はちょっと有名じゃなかったから、そんな人気じゃなかった、うんうん、でもすごい本当にロエベのね、めっちゃ有名になったじゃん、うん、香水はね、いい匂いばっかり、うん、だからおすすめです。じゃあバレンタインこれで終わりでいい？うん、で、コントン、はい、ありがとうございました。はい、という感じで2024バレンタインでした。バイバイ。じゃあねー。